よっちゃんっていう俺の、ね、友達がいたんだけど、友達いたんだよ、もう辞めちゃったんだけど。で、よっちゃんがね、俺の放送見てるよって言ったらね、放送で。じゃあ、よっちゃんのコメントを知りたいから、俺に絶対わかるようにコメントしてって残した時に、チャックってコメントしたのね。え、チャックって俺たちが、中学校の時仲良かったやつが死んじゃったの。なんで、死んだやつの名前を出したのよ、ポロって。そこ行くの？みたいな。でも名前出してあげることがね、俺たちにとってのなんか、思い出というか、そこ行ったんだと思って。今でも本当にネタで言うからね。不謹慎じゃねえよ、別に。思い出のね。そんなさ、不謹慎として扱うことがなんか寂しいというか。で、個人ネタにしてるわけじゃないよ。俺ね、ダイイングメッセージみたいな感じで。普通に今でも話に出すしね。今でも普通に出すし。めっちゃ仲良かったよ。くっそ仲良かった。本当に仲良かった。本当にな。友人を不謹慎とか、本当に仲良かった。本当に親友だったから、ガチで。俺、中学校の時3人親友がいた、そのうちの1人だからさ。いや、ダイイングメッセージとは違うよね。死んだ時超泣いたよ。なんかね、その時俺まだ千葉に住んでて、千葉の田舎に住んでたんだけど、都会に遊びに行こうってなったのね。で、その日に、おい、チャック死んだんだけど、みたいな 言われたのね。でもさ、みんなさ、友達死んだことある？ねえねえねえ。聞きたいんだけどさ、友達死んだことある？聞きたいんだけど。ね、友達死んだことある？超仲いい人死んだことある？あんまないでしょ。本当の親友だよ。本当の親友が、高校生の時に死んだ時って、理解できないの。今、12年経って、あ、チャックって死んだんだなって、最近本当に、頭の中ですって、理解できたのね。わかんなかったの、本当に。だから、別にチャック死んだけど、東京遊びに行こっか、みたいな感じで、行ったのね。行ったの、本当に。でも、2時間後ぐらいに、もう青ざめてきて、みんな。みんなが同じタイミングで、ね。で、ね、ちょっとさ、こんなこと、いや、わかんないから、本当にわかんないんだよ。わかんないから、本当に。友達10人ぐらいで行ったんだけど、わかんないから、行ったんだけど、電車乗ってる最中に、みんな青ざめてきて、ね、チャック死んだってやばくない？みたいな。チャック死んだらやばくない？みたいな感じで、一斉にみんなに戻って、そこで全員号泣。チャックーみたいな感じで。大号泣したから。本当に。本当に泣いたからね。今まで人生で、天狗ちゃんって人生で泣いたこと一回もないのね。人生で一回も泣いたことないの。天狗ちゃん。泣いたことないんだよ。何されても泣いた。おじいちゃんが死んだ時、天狗ちゃん泣かなかったの？笑ったの？ねえ、おじいちゃんが死んでるよ！みたいな感じで 泣かなかったのね。チャック死んだ時、天狗ちゃん号泣してたからね。しかも死んだ現場じゃなくて、火葬の時にやっぱさ、人間っていうのは、人とお別れするじゃん。だってさ、前、亡くなってさ、棺桶を見に行くのね。行って、あ、本当にチャック死んじゃったんだ、つって悲しむわけじゃん。で、蓋閉じて、で、まだチャックはいるわけよ。生物から、動物から物に変わるじゃん、人間っていうのは。死ぬと。で、わかんない。何かっているから。形状をなしてるか、チャックの形状をなしてるから、みんな、あーって、泣かなかったんだけど、泣かない人もいたんだけど、火葬の時はもう本当に、もう天狗ちゃんが号泣してて。あれ以来、それ前も、以前も前も、天狗ちゃんの涙見たことないのね。で、もう綾波レイだったからね。ねえ、わかんない、みんな。これって何なの？みたいな感じで泣いてて。この水、この目から滴り出る水が、これが何なのかわからないって。俺はすぐ泣くからさ。本当に、天狗じゃロボットだから。自分の感情が、その波、これが涙なのか何なのかっていうのを本人が理解してなかったからね。いや、人ってそういうふうに、なんかいろんなね、出会いもあれば別れもあるじゃん。人間って死ぬから、みんなだってさ、こんなさ、不謹慎なこと言うなよとかさ、ネタ、ねえ、ま、はぁって笑い話してるけど、明日生きてるかどうか本当わかんないからね。